もし遺体がゴミのように捨てられているのを見つけてしまったら。2021年9月17日、アメリカミシガン州オスコダグ。おかえり兄貴。深夜3時半頃、自宅リビングにいた俺は、仕事から帰ってきた兄のクネズリー・ジョンソンに何気なく声をかけた。お前またこんな時間まで起きてたのか？俺は夜型人間で、仕事終わりが深夜になる兄貴とこの時間に談笑しているのもごく日常的な光景だった。でもこの日、この家にはいつもと少し違っているところがあったんだ。ジャスティンとサットンはいないのか？ジャスティンは22歳の姉、サットンはまだ3歳の姪っ子のこと。兄貴に言われて廊下を見ると、二人の寝室は開け放たれ、その中はもぬけの殻。深夜に子供を連れていなくなる時点ですでに普通ではないが、それにも増して俺には思い当たる節があった。姉貴のやつ、さっきトイレで長い間何かしてたんだ。嫌な予感を覚えた俺は慌てて外へ飛び出した。そして同時に背筋の凍る感覚を覚えた。そこに転がっていたゴミ袋から子供の足が飛び出していたから。突如失踪した親子とゴミ袋から飛び出した子供の足。なぜわずか3歳の命がゴミのように扱われたのか。愛情ある母を悪魔に変えてしまった絶対に手を出してはいけない快楽とは。おざす。昨日若手 TV のビーヤマと第二グループの岩田くんとバーベキューしたよ。ケンちゃんです。催眠効果のある色って知ってる？闇子色です。闇子です。というわけでね、実はビーヤマくんは大学の先輩で、第二グループは、第二グループなんで知り合ったんだろう、忘れました、はい、なんかご縁があってですね、僕あんまりこう YouTube やってる友達全然いないんですよ。僕だって、うん、ほんと数少ないねお友達なんですけどね、ちょっと大事にしてねいければと思うんですけど。私呼ばれじゃないけど。本日ご紹介するのは、アメリカミシガン州で起こったあまりにも残虐すぎる殺人事件についてなんです。なんとこの事件、わずか3歳の少女がゴミとして捨てられていたんです。何の恨みがあってそんなことができるの？そしてね、驚かされることにですね、犯人はこの少女に恨みを持っていたわけではなかったんです。この事件はとある親子が忽然と姿を消してしまうところから始まるんです。母親とね、幼い娘を襲った悲劇とは一体どのようなものだったのでしょうか。変わってしまった母。2021年9月17日、アメリカミシガン州オスコダグ。あれ？私、なぜこんなところにいるの？早朝、線路の上をふらふらと歩いていたその女性は、ふと我に返ってつぶやきました。彼女の名はジャスティン・ジョンソン。おさぼさの髪に真っ赤に充血した瞳。すっかりやつれ切ったその姿は、なりふり構わず何かから逃げ出してきたかのよう。そして、何か大切なことを忘れているような。ジャスティンは頭をかきむしりながら、自分の身に起こったことを必死に思い出そうとしていました。そしてそれは、彼女がここへやってくる14時間前のこと。おい、兄貴、何やってんの？9月16日、午後6時、トイレの前で困ったように呼びかけているその少年は、クリス。朝方眠りについては夕方に起床する。そんな夜型生活を送っていた彼は、まだ眠い目をこすりながらトイレへ向かったのですが、その中には姉のジャスティンが。彼女はもう長い時間トイレにこもりきりで、クリスは苛立ちを募らせていたんです。そして同時にクリスには気になることがありました。そういや、サットンはどうしたんだ？サットンというのは、姉、ジャスティンの3歳になる娘。シングルマザーのジャスティンは1ヶ月ほど前から娘を連れて実家へ戻ってきていました。以来家の中は常に子供の声で賑やかだったのですが、この日はなぜか静まり返っていたんです。気になったクリスはしばらくしてトイレから出てきた姉ジャスティンに姪っ子のサットンのことを尋ねるんですが、あんたには関係ないでしょ。サットンの話題を出すなり、ものすごい剣幕でクリスを怒鳴りつけたジャスティン。クリスは不審に思ったのですが、鬼の形相で睨みつける姉を前にそれ以上のことは聞けずにいたんです。娘はどうしたの？それだけ聞いただけでそんな怒るって明らかにおかしいじゃない。もうね、この時にはすでに手遅れだったのかもしれないんです。そもそも姉のジャスティンは子供の頃からおとなしい性格。それが一度実家を出て帰ってきたと思えば、以前とはまるで別人のようになっており、弟のクリスも面食らっていました。彼が感じていたその違和感が、この日ついに悲劇へとつながってしまうんです。それは日付が変わり深夜3時半を迎えた頃。おかえり兄貴。クリスが話しかけた相手は仕事から帰ったばかりの兄クネズリー。クリスは何気なく話を続けようとしますが、兄は彼の言葉を遮りました。ジャスティンとサットンは？そう、クネズリーは帰宅すると同時に姉ジャスティンとその娘サットンの寝室が開け放たれ、二人の姿がなくなっていることに気がついたんです。その話を聞いた弟のクリスは、姉にトイレの前で怒られた夕方の一件もあり嫌な予感を覚えます。夕方姉貴に会った時、何か様子が変だった。その時にサットンをどこかへやったのかも。そこから兄弟は血眼になって姉と姪を探し始めるんですが、そのうち一人はすぐに見つかりました。そう、姪っ子のサットンは裏庭でゴミ袋の中に詰められていたんです。
こうして早朝4時頃、兄グネズリーが警察へ通報し、まだ3歳になったばかりのサットンの遺体が回収されることに。その遺体は全身17箇所を滅多刺しにされ、もはや原型をとどめていない状態でした。現場検証の結果、家の至るところから血痕が発見され、母親のジャスティンの寝室には凶器に使われたと思われる3本のナイフが、さらに2階のバスタブにはうっすらと赤く染まった水の跡があり、ここでジャスティンが返り血を洗い流したと考えられたんです。ひどすぎるっていうのは言うまでもないんだけど、え、何？血痕とかさ、全く隠蔽しようとした痕跡もないし、裏庭に適当に捨ててる感じだし、全く隠蔽する気ないんじゃないの？何がしたいの？犯人無理もないのがですね、この時のジャスティンっていうのは隠蔽工作なんてね、とてもねできる状態じゃなかったんです。現場検証が進められる一方で、母親のジャスティンはその日の朝8時半、自宅付近の線路上を歩いているところを発見されます。警察は彼女を署へ連行すると、亡くなったサットンについて尋問を行いますが、サットンが殺された？あっけに取られた様子でそう答えたジャスティン。彼女はぼーっと遠くを見るような目をしたまま静かにこう続けます。何も話したくありません。何も覚えてないんです。しかしもはや母親のジャスティンがサットンを殺した犯人であることは疑いようもありませんでした。サットンの遺体や遺体が入れられていたゴミ袋に付着していた指紋は全て彼女のものと一致していたんです。最初からここまでジャスティンは終始様子がおかしいんだけど、精神疾患かなんか出ちゃってんじゃないの？精神疾患は精神疾患でもね、ジャスティンの場合はね、自ら精神疾患に何に言ってるようなね感じだったんですよ。母の目に見えた世界、自分が娘のサットンを殺害したことも、その後どうして付近の線路上を歩いていたのかも全く覚えていなかった母ジャスティン。専門機関の協力のもとカウンセリングを進めるうち、事件当時彼女がその異常な精神状態にあった理由も明らかになりました。実はジャスティンは事件の日までの約2週間一切睡眠をとっていなかったんです。ジャスティンのこの状態は違法薬物の過剰摂取によるもの。彼女は薬物の覚醒作用や禁断症状の影響で夜も眠れない日々を過ごしていたんです。2週間眠らないとか、そんなこと可能な？薬って殺しよね。ほんとね、皆さん手出さないでいただきたいんですけれども、この違法薬物っていうのは使用中のね覚醒作用もそうなんですけれども、使用をやめている時のね禁断症状のいずれもね睡眠に影響が出るんです。というわけで本日のメトラキーワード、薬物の禁断症状について。禁断症状とは、長期間使用していた薬物の量を減らしたり止めたりすることで現れる症状のこと。頭痛や痙攣、歩行障害、情緒不安定、記憶力低下、不眠、幻覚など身体面精神面ともに様々な症状が現れるんです。薬物依存から抜け出すには、この禁断症状と戦わねばならず、その辛さを緩和するために結局また薬物を使用してしまう負のループに陥るケースが多いんです。違法薬物には覚醒作用で一時的に眠気や疲労を感じなくなるものが多数あります。一方で禁断症状で精神が不安定になると不眠症を患うことも。このように薬物は使用中も克服中も睡眠に多大な影響を及ぼすんです。ジャスティンの薬物中毒は10代の頃から患っていた多数の精神疾患が原因でした。彼女は13歳の頃、境界性パーソナリティ障害、双極性障害、うつ病など複数の精神疾患の診断を出されています。そのためジャスティンは10年来抗精神薬を処方されていましたが、事件があった2021年、自己判断で急に薬を飲むのをやめてしまったんです。そしてうつ病などの症状に悩まされた際、自己治療と称し違法薬物を摂取し始めたのが間違いの始まりでした。久しぶりに実家へ帰ってきた姉に、弟クリスが感じた違和感はこの違法薬物によるものだったんです。精神疾患でこれ気分落ち込んでる時に、なんでか病院の薬じゃなくて違法薬物の方を使っちゃったってことよね。過剰な効き目のせいでさ、めちゃ効果あるじゃんって病院の薬を優先して使っちゃったのかしらね。違法薬物でね気分が良くなるのって一瞬だけなんですよ。その一瞬の快楽のために身も心もボロボロになって、しかもこうやめれなくなるっていうところで、本当にね恐ろしいものなんです。メトラの皆さんは事件が起こった日、弟のクリスがトイレの前でジャスティンに怒鳴られた場面を覚えているでしょうか。あの日ジャスティンは長くトイレにこもっていました。弟クリスはその時の様子をこうも話しているんです。直接見たわけじゃないけど、あの時も姉はトイレの中で違法薬物を摂取していたんだと思います。そしてジャスティンが娘のサットンを手にかけたのは、違法薬物の禁断症状として現れるあの症状が原因だったんです。その日娘のサットンはいつものようにテレビの前で無邪気に笑っていた。画面上では可愛らしいアニメのキャラクターがたわいもないやり取りを繰り広げている。ほとんどの人にとってその内容は取るに足らないもの。しかし母親のジャスティンはそんなアニメキャラクターの振る舞いになぜか戦々恐々としていた。ダメ、サットンは私の大事な娘なのよ。放送されている内容に全くそぐわない言葉をつぶやいたジャスティン。彼女はひどく怯えた目でテレビ画面上のキャラクターを見つめている。そう、彼女の目に映るそいつは子供向けアニメとは思えないほど凶悪な表情でこちらを睨みつけていた。頭の中に直接語りかけるような声でその言葉を繰り返すキャラクター。殺せ。ダメ、
殺すんだ。絶対にダメ。ジャスティンは目をギュッとつむり、アニメキャラクターの命令を必死で否定し続けた。そして彼女が再び目を開けたその時、アニメキャラクターはテレビから飛び出し、ジャスティンの目の前に現実となって現れていた。そして彼はひどく冷たい声でこう言った。娘を殺せ、サルモノクルム。お前を殺す。そう、ジャスティンには違法薬物の禁断症状でアニメキャラクターの幻覚が見えていたと言います。彼女が娘のサットンを手にかけたのはこの直後のこと。しかしジャスティンはその間の出来事を全く覚えておらず、次のように語ったんです。このままじゃ私はサットンを殺してしまうと思った。だからその前に家を出て私自身が命を絶とうと思ったんです。そしたらいつの間にか墓地で眠ってしまっていて、ジャスティンが線路上を歩いているのを発見されたのは墓地から自宅へ戻ろうとしていた時のこと。自分が殺人容疑で逮捕された時、彼女はまだ娘のサットンが生きているものだと思っていたんです。仮にこの話が本当なんだとしたら、ジャスティンはもう何にも知らない状態でさ、警察からいきなりこの娘あなたが殺しましたって教えられたってことよね。それめちゃくちゃ辛いんじゃないの。無意識だから何でも許されるってわけでもないんですよ。でもまあ無意識だったというね、彼女の主張は本当だったとも思いますけど、事件から1年半後に法廷に出廷するジャスティンの姿は娘を愛する母そのものだったんです。2023年3月27日、ジャスティンはこの日ミシガン州イオスコ郡の裁判所を訪れました。逮捕時と比べるとずっと血色のいい顔をしているジャスティン。そう、彼女は自分が娘のサットンを殺したと告げられたあの日以来、辛い禁断症状に悩まされながらもセラピーに通い続け、必死の思いで薬物依存を克服したんです。そんなジャスティンがこの日裁判所へ出向いたのは、これから自身に課される判決を受け入れるため。彼女は毅然とした態度でこう語ります。第一に、警察の皆さんの最善を尽くした調査を信頼しています。そして第二に、我が子を失った母親の誰もがそうであるように、彼女を殺したのが私であれば、私は私が罰せられることを望みます。結果、ジャスティンに課せられたのは第一級殺人罪による無期懲役。彼女は一切不服を言うこともなく、その刑を受け入れました。そして最後にジャスティンは報道陣に対しこう呼びかけるんです。もし私の娘について報じる必要があるならば、彼女にふさわしい敬意を持ってそうしてください。そして神が許してくださるのなら、天国で娘と再会できることを祈っています。愛してる、サトン。違法薬物に溺れ、最愛の娘すらも手にかけてしまう過ちを犯したジャスティン。違法薬物を断ち切った彼女の振る舞いを目の当たりにすると、人を180度変えてしまう薬物の恐ろしさを改めて実感させられます。正気を取り戻したジャスティンが真っ当に罪を償い、いつか天国でマナ娘と再会できること、そして諸悪の根源である違法薬物がこの世界から少しでも撲滅されていくことを切に願います。